愛知県はオリンピックなどの国際競技大会で県ゆかりの選手を輩出することを目的に活躍が期待される選手を強化指定選手として認定遠征費などを補助しています今年度は186人が強化指定選手に認定され今日の認定賞授与式では狩谷市出身でパリオリンピックの競泳日本代表に内定している平井瑞希選手など3人に 本番ではメダルの獲得を目指して頑張ってきますこのパリオリンピックで、えー、いい成績を残して明るいニュースを県民の皆様に届けられるよう精いっぱい頑張っていきたいと思います強化指定選手には他にも車いすテニスの小田凱人選手や陸上の川端海人選手などが選ばれています